キルユニヒョンの心霊戦艦日戦十1 1ハノイ会談前、再び艦日が衝突。キルユニヒョンの心霊戦艦日戦十1 1文大統領が答えるまでの6秒ほどの長い沈黙が永遠のように感じられた。浅いため息をついた文大統領は不快感をあらわにしながら3分45秒にわたる長い答弁を述べた。 日本政府はもう少し謙虚な立場を持つべきだと思う。三権分立により、司法府の判決に政府が関与することはできない。韓日関係は、韓国最高裁、王峰院の強制動員被害賠償判決と、海上自衛隊紹介機画飛行及び、韓国海軍レーダー照準事件で急激に悪化していたが、これに気を使う人は多くないように思われた。 2019年の新年早々から、後に2.28ハノイ会談と呼ばれる、第2回朝米首脳会談への大きな歴史の車輪が、再び動き始めたからだ。決断を下したのは、今回も、北朝鮮の金正恩金正恩国務委員長だった。金ー委員長は1月1日、新年に、際して、自分の祖父と父が眠っている。 金州山太陽宮殿衛星ホールに喧化し、参拝した。一年前、平昌冬季五輪開会式で、感激の涙を流した90歳のキムヨンナム、最高人民会議常任委員長と、ナンバー2のチェリオゲ、国務委員会第1副委員長が見守った。この光景を伝えた、労働新聞の1日付第3面の記事は、タジタナンだった2018年を、 社会主義祖国の栄光の70年の歴史に突起すべき民族史的事変によって誇らしく輝いた時間だと評価し、この勢いに乗って2019年の新年を希望に満ちて始めようという抱負を伝えている。金正恩委員長はこの日同時に発表した新年の字で首脳会談に向けた決心を明らかにした。彼は、 我々の主導的かつ先制的な努力に対して、米国が信頼できる措置を取り、相応の実践的行動で応えるならば、両国関係は、より確実で、画期的な措置を取っていく過程を通じて、素晴らしいスピードで前進することになるだろうとし、私は、今後もいつでも米国大統領と向かい合う準備が、できていると宣言した。ここで、再び注目すべきは、 金委員長が言及した、米国ののの実践的的行動と、画期なな措置を取っていく過程などの用語だ。この言葉には北朝鮮がすでに取った主導的かつ先制的な努力、各実験禁止、豊か計さと、プンゲリ核実験場廃棄に対して、米国が信頼性のある措置、終戦宣言をとり、さらに様々な実践的行動、制裁解除に乗り出せば、 北朝鮮も、より確実で、画期的な措置、四病核施設廃棄など比較化措置を通じて、1日も、早く過去を決着づけ、両国人民の思考と、時代発展の要求に合わせて新たな関係樹立に、向かっていくという意味が含まれていた。北朝鮮が、これまで主張してきた、行動対行動の原則による、段階的解決策を受け入れてほしいという意向を、再び、 米国に丁調に要請したのだ。加えて、米国が約束を守らずに一方的に何かを強要しようとして、共和国に対する制裁と圧迫に乗り出すならば、中略やむを得ず新たな道を模索せざるを得なくなる、可能性もあるという警告も忘れなかった。行動対行動の原則に従って、互いに信頼を築いていく、段階的解決策。これは北朝鮮が見るに、 70年余りの間、対立してきた朝米が、かんばしくない過去を生産して、新しい関係を作っていける、唯一の解決策だった。米国の大物ジャーナリストのボブ・ウッドワードが9月に出した、著書、怒り、例示では、2018年9月6日に、このような構想を、トランプ大統領に、直接訴える機に委員長の新書が確認できる。ウッドワードが、 金委員長がトランプ大統領に送った最も長くて詳細な手紙と描写したこの新書で北朝鮮は我々は段階的方法により例えば各兵器機関ニュークリアウェポニン,ンスティチュート豊か系里角実験場や衛星発射地区サテライトローンチディストリクト東捜査と発射場の完全な閉鎖そして 各物質生産施設、ニュークリアマテリアルプロダクションファシリティ、4ビオン各施設と推定の不可逆的な公開など、一度に1回ずつ、追加の意味がある措置を喜んで取る用意があると書いた。金委員長がこの書簡を送ったのは、9月19日に発表された南北の平壌共同宣言により早い時期だった。北朝鮮がその前から、 四病核施設の廃棄を覚悟していたことを示している。しかし、米国は簡単には同意しなかった。金委員長の新書が伝えられた直後の10月7日に行われたマイク・ポンペオ、米国務長官の4回目の包丁でも、両者の距離は縮まらなかった。ポンペオは、ピョンアン会談を終えた直後の夕方7時、ムンジェイン、ムンジェイン大統領とあって、 第二次首脳会談をなるべく早く開催することで意見をまとめたと述べたが成果はそれだけだった。ジョン・ボルトン元大統領補佐官国家安保担当は回顧録トランプ大統領との453日ザルームウェアエットハパンドでこの日の朝米会談についてキム・ジョンウンは我々の経済制裁について長々と不平を並べ立ててきたが自分側では 新しいアイデアをほとんど出さなかったという、冷ややかな評価を下した。当時報じられた、韓米非参加国のマスコミ報道を集めてみると、米国は北朝鮮に対して依然として、各関連施設の申告、北朝鮮が、各施設を一斉に申告すれば、北朝鮮が固執する、行動対行動の余地がなくなるを要求し、北朝鮮は制裁解除を要求したことで、 きっ抗していたことがわかる。この会談の結果を伝える、労働新聞の8日付け第1面記事を見ても、合意されたのは、第二次朝米首脳会談準備のための実務交渉を早期に開催するということだけだった。その後、岩のようにびくともしない米国を揺さぶるための、北朝鮮の凄絶な認定闘争が始まる。北朝鮮は、ポンペオが提案した。 スティーブン・ビーガン米国務省対北朝鮮政策特別代表とチェソンヒ北朝鮮外務次官の間で行われる予定だったウィーン実務会談を中止し11月8日に予定されていたキム・ヨンチョル北朝鮮労働党副委員長の訪米日程を一方的に取り消したこのようなムードを示すように12月12日付の朝日新聞は 複数の米国政府当局者の話として、米国が2回目の首脳会談を新年早々に開こうと打診しているが、北朝鮮からの返信がないと報じた。そして、北朝鮮は16日、外務省米国研究所政策研究室長の談話を通じて、米国が制裁圧迫と人権騒動の度数を前例にないほど高めることで、 我々が核を放棄するだろうと打算したのならば、大きな誤算だと述べ、公開して、不満をぶつけた。この過程で、対話の手綱を話さなかったビーガン特別代表など、国務省の、ハト派の内部闘争が続いたものとみられる。ついに、非常に小さな変化が現れた。北朝鮮が、公開談話で不満をぶちまけた3日後の19日午後、二川。は、 空港を通じて入国したビーガンは、集まった記者たちにぎこちなく笑って軽い目礼をし、背広のポケットから紙を取り出した。来週ワシントンに戻った後、ポンペオ国務長官の指示に従って、民間、宗教団体の対北朝鮮人道支援に対する、政策を再検討する。さらに十一日にワイドフン朝鮮半島、平和交渉本部長と会い、南北鉄道、 道路の連結と現代化事業の着工式を予定通り行うことに同意した。翌日の22日にはトランプ政権内の代表的な高派であるマイク・ペンス副大統領が事前に準備していた北朝鮮の人権弾圧を批判する演説を取り消したという米 ABC の報道が続いた。予告されていた経緯線、東海線鉄道、道路連結着工式は 26日に、板門駅で開かれた。午前9時57分、韓国のキム・ヒョンミ国土部長官と、北朝鮮のリソン・グオン祖国、平和統一委員会委員長ら来賓が入場すると、北朝鮮水奏楽団が演奏する、民族大団結歌が会場に響き渡った。キム・ユンヒョク北朝鮮鉄道省時間は、 統一の汽笛が力強くなり響く、その日のために覚悟を新たにし、異風と逆風に揺れることなくまっすぐに進まなければ、ならない時と述べた。再び始まった情勢の変化を、日本は不安と期待が入り混じった目で眺めるしかなかった。日本の安倍晋三首相は1月4日の年頭記者会見で、北東アジアをめぐる情勢は、昨年6月の米朝首脳会談の時より、 さらに歴史的な転換点に入っている北朝鮮の核、ミサイル、そして最も重要な拉致問題を解決するため、機会を逃さず果敢に行動すると述べた。しかし、その前に解決しなければならない問題があった。日本政府は9日、韓国最高裁判決に対する日本の是正要求を無視する韓国政府に圧力をかけるため、1965年に、 締結した、韓日請求権、協定3条1項に基づく紛争解決手続きで、ある、外交協議を要請した。そのような意味で、翌日の10日に行われた文在寅、ムンジェイン、ムンジェイン大統領の年頭記者会見は、韓日関係の未来を占う分岐点だった。この会見で、文大統領は、近いうちに開催される、第二次朝米首脳会談と金正恩委員長の、 ソウル東礼訪問は、朝鮮半島の平和を格好たるものにする、もう一つの転換点になるだろうという展望を、述べながら、韓日の懸案については一切言及しなかった。耐えかねた NHK の高野博史記者が、この日質問した21人の記者のうち18番目に、マイクを握った。実は、文大統領が指名したのは、その後ろにいた、ローラビーカー記者。 BBC だった。昨日日本が韓国側に協議を要請した。韓国政府は具体的な対応策を考えているのか